上越新幹線で、一つの時代が終わろうとしています。二階建てのあの新幹線が消えるとか。はい。今年の秋に消えることが決まりました。これから乗車しますのは E4 系。その中でも、最も優れた座席に乗ります。上越新幹線は東京と新潟を結ぶ新幹線。上野、大宮、高崎、越後湯沢、長岡などを経由していく、約350キロの路線です。スキーの時にみんな乗ってる新幹線だね。スキー場の機械が荒湯沢駅に接続する支線を行く列車も冬季限定でありますね。それらの路線を愛され続けて走ってきた E4 系も、秋頃にラストランを迎えます。え、なんで？それについては後々詳しく解説しますが、主な要因だけ言うと、遅いことと、新幹線への需要の変化が理由です。来年には2階建て8両編成の表示も見られなくなっているのは悲しいですね。8両の新幹線ってもうないの？ JR 東日本には E4 系以外に8両の新幹線は今のところいませんし、今後も現れないでしょう。と、噂をしていたらやってきました。こちらが E4 系。今回は8両編成ですが、16両になると一度2634人もの人間を詰める高速車両です。あ、今回はグリーン車に乗ります。マックスの名に恥じない巨大な新幹線が越後湯沢にダイナミック入線してきました。おそらく最後の E4 系乗車。しっかり記録します。乗り込んでいきましょう。グリーン車、楽しみですね。生まれて初めての新幹線グリーン車。とことん楽しみますよ。グリーン車は2階部分なんだ。最高の座席で絶好の車窓を楽しめます。2列2列のシート。壮観です。 E4 系の一部の普通車は3列3列の席となっているので、グリーン車の2列2列は特別感がありますね。一番前の席を予約しているので、そこに座ります。一番前の席って他より設備はちょっと劣るイメージがあるのですが。これは逆です。珍しいケース。一番前の列のテーブルは簡素ですが、前の列だけの特権として、オットマンという足置き場があります。というのも、E4 系にはグリーン車にすら、とレストがありません。その分でしょうか。こんな風に豪華な設備が備わっています。本当に快適そうですね。それだけでなく、レッグレストもあります。上げた感じはどう？皆さん、宇宙にベッドがあったらどんなものだと思いますか？かつて人類はありとあらゆる座をしてきました。その歴史はおそらく旧石器時代か、あるいはそれ以前まで遡ることでしょう。しかし、これは極限までに近い座であり、レッグレストとリクライニングとオットマンがまるでヴィーナスのごとく体を支えてくれています。ヴィーナスは英語で金星ですが、別の意味もありまして、ローマ神話の美容するに、快適ってことです。正気に戻ってよかった。枕は可動式です。E5 系は普通車の枕も可動式ですが、E4 系はグリーン車のみ。というか、E5 系は普通車にもあるんですね。贅沢な仕様です。ここには触り心地のいい肘掛けもあります。普通車の一部に快適には肘掛けすらないので、本当に宇宙を感じています。もう悟り開かないでね。皆様の想像通り、このテーブルは前に引き出すことができます。広げたらそこそこ大きそうですね。そうは言っても少し前かがみになる必要があるので、そこは妥協点ですね。テーブルも横の広さは弱そうですね。ノートパソコンでの作業くらいはできそうです。が、E4 系には座席付近にはコンセントも Wi-Fi もございません。あらら、
ですが、せっかく新幹線、それもグリーン車に乗るんですから、この時くらいはゆったり仕事は忘れてくつろいでもいいんじゃないですか？それもそうですね。さて、このままだとしこぶる立ちにくいので、レッグレストをしまいましょう。レッグレストは最大時からもう一段階上に引くと元に戻せます。あとは靴を履けば OK ですね。再靴下でデッキに出るわけにもいきませんからね。その理由、合ってるけどなんか違う気がする。テーブルをしまうとき、初見ではアッセントをします。このしまい方が合ってるかはわかりませんが、ここをぐるぐる回せばしまいました。ここまで楽な姿勢になれる車両って寝台特急しかなさそうな感じです。リクライニングまですれば最高ですね。でも後ろの人に迷惑をかけない程度に、ね。座席周りで十分食は稼ぎ切ったので探検します。鈍速なメタ発言だね。公衆電は、市街地には500平方メートルに1台、それ以外は1平方キロメートルに1台設けることが義務付けられていますが、携帯電話の台頭で、どこか影が薄くなっている存在です。テレフォンカードあるね、買う？せっかくですし、記念に買ってみても、1000円、ちょっとやめます。B4K の名物、長い通路、全車両ダブルデッカーがゆえ、車端部のここに活かした機器が組み込まれているため、こんな面白い通路がある、というわけです。グリーン車は2階席の一部に組み込まれていますが、1階席は基本普通車です。よくある3列2列の座席ですか？そうです。さて、そろそろグリーン車に戻りましょう。ピンと合ってください。いやはや、こうしてみると圧巻ですね。ずらーっと並んでる広々とした座席、いいね。国境の長いトンネルを抜けると特に雪はありませんでした。というわけで春の神津家の国に戻ってきました。いよいよ関東地方だね。新潟と群馬って、県は隣同士ですけど雰囲気は全然違いますからね。ここいらで E4K が引退に追いやられた理由についてお話ししましょう。まず一つ、遅いです。 E4K の最高時速は240キロ。早いですけど、新幹線としては遅めです。こうしてみると、2階建て新幹線って遅いですね。そもそも E4 系って、仙台 MAX の E1 系と同様に大量輸送に焦点を合わせた新幹線なので、空力特性を活かしたデザインとはいえ、最高速度はそこまで重視していませんでした。定員を多くした代わりに速度を犠牲にしたって感じかな。ですです。1634人の定員と一緒に時速240キロの足かせがついてきました。そういうわけで1997年デビューですが、2012年には東北新幹線から引退、そして2021年の秋には完全撤退となります。置き換えられた穴はどう埋めるんですか？上越新幹線のために作られた E7系が埋めてくれます。実は、E4系はもうちょっと早く引退となる予定でした。あら、ってことはちょっとだけ延命措置がなされたということですか？一体なんで？2019年の台風19号で、E4系を置き換えたがっていた E7系が結構な数浸水しました。それゆえ E4系が延命措置を受けていたのですが、E7系が十分揃ったので、上越新幹線のスピードアップへの置き換えの体制が整ったからです。E7系の最高時速は今のところ260キロですが、設計最高時速は275キロらしいので、多分平気です。それにしても、上越新幹線に新車ですか。競合相手も少ないし、距離も東京仙台より短いので、別に新型車両を導入するほどの路線ではなかったんです。いわゆる武蔵野線的性格を持つ路線ですね。だけどやっぱりサービスとか、スピードの面で必要になってきたのかな。ですね。今や輸送力よりスピードやサービスの時代ですし、MAX の仙台にあたる E1系は現在大宮の鉄道博物館に展示されていますが、E4系は一体どうなることやら。残した痕跡は大きそうですし保存してもらいたいですけど、どうなるでしょうね。なんてったって高速車両の輸送力という観点でギネス世界記録もらってますからね。え、そうなの？そうなんですよ。ある意味世界の新幹線です。だからラストランでも全座席が埋まる程度で済むんじゃないですか？まあわかりませんけど。随分適当な発言ですね。まもなく高崎です。北陸新幹線、長野、富山、金沢方面、高崎線、信越線、両毛線、八甲線、
加賀津線上信電鉄はこの2階です。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。名残惜しいですが、ここで下車です。さらばです。E4 系のグリーン。なんか枕がおかしいので少し整えます。さらばです。E4 系のグリーン車。じっくりと目に焼き付けました。本日は世にも快適な E4 系のグリーン車の動画でした。2階建て新幹線とグリーン車の組み合わせが見られるのもあと少しかな。定期運用に入っている2階建て新幹線は今やこれだけですからね。最後は E4 系のニュースを見届けて終わりにしましょう。さて、撮って、乗って、思い出に残して、E4 系の雄姿を最後まで応援していきたいものですね。ですね。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また次も見てね。